神木ひかるの全7つの謎。完結までについに残り3話。大きな波乱を呼ぶ展開が続く推しの子。真の黒幕神木ひかるが死亡し、アクアの人生をかけた復讐劇が幕を閉じましたが、神木にはまだ多くの謎が残されています。ということで今回は神木ひかるの全7つの謎について徹底考察したいと思います。なお推しの子第163話までのネタバレを含みますのでご注意ください。それではどうぞ。残念だよ、ルビーを殺せてたらもっと君を感じれたのに。推しの子における一連の事件の黒幕、神木ひかる。劇団ラララインの OB であり、神木プロダクション及びメディアライズ代表取締役、そしてアクアとルビーの実の親であり、星野愛殺害の真の黒幕です。本名は神木ひかる。といっても、基本的にはカタカナで神木ひかると表記されますよね。その外見はアクアとウリ二つ。作中屈指のイケメンであり、癖のある金髪をある程度長く伸ばしていて、感情が高ぶると両目に黒色の星型のハイライトが入っています。そして神木ひかるの性格はというと、物腰穏やかで常に身を絶やさない好青年ですよね。アクアと同じく頭の回転が速くて、困っている人物に近づき、優しい態度で的確な助言をして距離を詰めますよね。ですけど、あくまでこの性格は神木の表の姿。実はその真の性格は人格が破綻した性格異常者。ああ、価値ある君の命を奪ってしまった。僕の命に重みを感じる。本性は女優やアイドルなど、人を引きつける才能を持った存在が、滅びゆく様にですね、喜びを感じる生粋のですね、変人であり殺人鬼。その残虐非道な所業の数々は、作品内でもよく描かれてて、例えばですね、第109話では、女優の片寄らにバーで相談を持ちかけ接近し、片寄の良き理解者のふりをして距離を近づけ、片寄らと山登りに行った時に、人気がない状況を利用し、彼女をですね、転落死に導いたんです。そして、星野愛を殺害した菅野良介や、ルビーを殺しに来た新野冬子をですね、先導したのも神木ひかるの仕業。その具体的な手口は実に巧妙で、例えば星野愛殺害事件に関して、愛に執着している菅野良介に自ら接近し、愛が宮崎の病院で子を産むことを伝え、出産祝いに花束を送ってほしいと頼み、愛を殺害。このように巧みな話術で他人を支配、先導し、自らの手は一切汚さずに、価値ある命を殺害し、優越を感じるという芸道っぷり。その本性を知るアクアからは、下劣で利己的な嘘つき。人殺しよりも醜悪とされています。実際にですね、五郎は、涼介と新野冬子に、愛は涼介に、ルビーは新野冬子に殺害させようとしていて、自分は全く手を汚してないんですよね。そんな神木はですね、第154話、アクアが愛が生前残した DVD を見せることで、愛の神木への本当の愛を伝え、神木を改心させようとアクアは頑張ったんですけど、神木の醜悪な本性変わることなく、失敗。に終わってます。終始人格破綻した異常者として神木は描かれてるんですけど、愛への愛だけはですね、確かに本物で、愛を超える存在を殺すことで愛への重みが増すというですね、サイコパスながらもですね、歪んだ愛を持ち、それを原動力として神木は人殺しをしていたんです。そんな神木ですが、黒色の光の目、そして特有の能力を持ち、それは人を騙し従わせるスター性とカリスマ性を放つ、いわば嘘つきの目です。愛の白い星の光とは似て非なるもので、160話では、アイアルビーの白い星の瞳はですね、愛を求める誰かに愛を伝えるための、誰かを愛したいと願う者の愛の瞳だと言われてまして、ここからですね、僕が考察するに、白い星の瞳は、スター性やアイドル性を愛を伝えるため使った時に出現する力。対して、神木のですね、黒い星の瞳は、自分が持っているカリスマ性やスター性を、人を先導、洗脳したりと悪用する場合に出現する力です。この黒い星の瞳は、愛の白い星の光と同じく、アクアとルビーに受け継がれてて、二人が闇落ちしたり、復讐を決意した時に、瞳の光が黒いように染まるんです。特に、黒川茜などですね、有力な人材を神木の復讐のために、アクアは恋人関係になって利用したことがあったりと、ルビーではなくアクアの方に、神木のですね、黒色の光の瞳の力、つまり嘘つきの目の力が色濃く遺伝していることがわかりますよね。そんな神木の過去は悲惨そのもの。断片的に語られている神木の過去を時系列にまとめますね。まず遡ること、神木が10歳の時、演技力と美形な容姿を買われ、神木ひかるは劇団ラララに勧誘されます。
そこから16歳までの6年、劇団ラララインに所属。そして神木が中学の時に愛と出会います。劇団ラララインのワークショップにて演技の練習として斉藤一護が愛にワークショップを紹介。ここで愛と神木は恋に落ち、愛はみなりに気を使い始め、B コマ氏のメンバーも愛が恋をしていることに気づくほど愛は激変。まだ当時中学生だった神木をですね、愛は家に呼んでるんです。みんながみんなお小遣いもらえるわけじゃないから。愛の家に呼ばれた神木はお小遣いをもらえるわけじゃないと発言してて、家庭環境には恵まれておらず、両親は独親だったかもしれません。こうして愛と神木の距離は近づいていくんですけど、同時に神木が大物女優である姫川愛理から11歳の頃からずっと性被害を受けていることがですね、愛に知られます。愛は姫川愛理と直接会い、彼女にぶち切れるんですけど、性被害は止まらず、結局姫川愛理は神木ひかるとの子姫川大輝を妊娠し、神木はですね、姫川愛理の夫上原誠十郎に不倫を伝えたことで姫川夫妻は心中してしまうんです。その後今度は愛が神木との子を妊娠。もうおしまい、私は君を愛せない。愛は実はですね、神木をちゃんと愛してたんですけど、神木を守るために距離を置こうと発言し、これを受け神木は絶句。この後はですね、愛が宮崎県の病院で五郎の元で出産しようとしていることを菅野良介と新野冬香に伝え、二人は五郎を殺害。そして愛がルビーとアクアを出産し、愛がアイドルとして成長していき、 B コマチとしてドーム出演を控えていた20歳の時、良介を利用し神木は愛を殺すんです。そして B コマチのメンバーである新野冬子を利用し、神木は愛のスケジュールを把握していたのだろうと予想され、良介当人は愛を殺害した後自殺してるんです。さらに第109話、愛と同じく目に白色の星を持つ片寄せるらを殺害。このシーンはどうやって誰に殺されたのか正確に明かされてませんが、アニメ第2期最終回にて片寄せの死亡シーンの崖上に新野冬子らしき人物がいるので、おそらくですね、彼女と協力して殺したと思われます。そして映画15年の嘘の収録が始まった時には物語に本格的に関わり、第147ではなんと実の娘ルビーに正体を隠して接近。今この世界で君より輝いている存在はないんじゃないかな。価値のある命だ。接近した理由はルビーが愛に届きうるアイドルの素質を持っているかどうか確認したかった。そして第152話では15年の嘘の撮影を終えたアクアとついに相まみえ、愛からの遺言で改心したかのように見えますが、その本心は変わらずルビー殺害計画を企て、アクアの捨て身の作戦によりアクアと道連れの形で崖から海に落ちて死亡。そして最後に神木の過去をざっと表にまとめるとこんな感じになるんですよね。ではいよいよですね、神木ひかり残された全部の謎について考察します。神木ひかり残すテーマは大きく1つ目に黒い星、白い星の瞳の意味、2つ目に海に引きずり込んだ8本の腕の正体、3つ目に神木がアクアに押し負けた理由、4つ目になぜルビーを殺そうとしたのか、5つ目に片寄ユラの殺害理由、6つ目に姫川夫妻の扇動方法、7つ目に神木ひかりが歪んだ理由です。ではまず1つ目の黒い星と白い星の意味についてです。先ほども話しましたが、愛の瞳に宿る白い星と神木に宿る黒い星、整理するとある秘密が見え隠れします。もっと言うとルビーは愛を超えたからこそ両目の白い星を宿したという考察です。普段はルビーはですね、左目しか星を宿していません。しかし第79話以降はルビーの両目に星が宿るようになります。79話はルビーがゴロの死体を発見し復讐を誓った場面ですよね。これ以降123話になるまでルビーの目の星は両目でした。しかし第123話、アクアがゴロの転生だと知り、ルビーは復讐に生きることをやめ、左目のみに星が宿るようになるんです。しかしですね、123話以降もほとんどのシーンではルビーは左目のみに星が宿ってるんですが、15年の嘘で愛を演じている時は除いても、おそらく4回以上は両目に星が宿る場面があるんですよね。1回目はですね、134話、このコマを見てわかるようにルビーが15年の嘘を通して愛を理解したことで再び星が両目に宿ってます。2度目は第147話、ルビーが神社で神木と出くわしママを超えるアイドルになると宣言した時に、このコマを見てもらうように両目に星が宿ってます。そして3度目は155話、神木に復讐を終えて追い打ちしようとするコマでルビーは両目に星が宿ってます。4度目は159話以降、12月25日、 B コマチのライブツアーにて歌うルビーはこのコマを見てわかるように両目に星が宿ってます。また両目に星が宿ると言っても、実は星の色が白のケースと黒のケースで2種類あるんですよね。色と目をまとめるとこんな感じの3ケースに分かれます。ここから分かるのは、ちゃんと原作者の中では星のルールがあることです。まず1つ目はですね、星が
は黒で両目のケースです。これは神木への復讐心を持っている時の目なんですが、第79話から123話は復讐心を確実に抱いていますし、第159話でも復讐心を一瞬持っていました。次に星が白で固めのケース、これは特にですね、序盤を中心にほとんど全てのシーンで描かれています。次に星が白で両目のケース、この時は数回しかないんですが、第134話では愛を理解し、第147話では愛を超えると宣言し、第159話では実際にルビーは愛を超えた瞬間でした。つまりルビーが愛を強く意識している時や、愛以上のアイドルに覚醒した時にルビーの両目は白い星が宿るんです。そのことからですね、両目に白い星が宿った今のルビーは間違いなく愛を超え、愛が成し得なかったドーム公演を実現。まさにルビーは愛を超えて新たな伝説のアイドルとして生きていくんです。ちなみにキャラごとに見るとこんな感じで、例えば160話だとアクアが両目に黒い星を宿してましたが、やっぱり神木への復讐心が強い場面はそうなるようです。そしてアクアが力尽きて沈む時、瞳の白い光は失われていきました。二つ目に神木を海に引きずり込んだ8本の腕の正体について。第162話にて海に転落した神木を深海に引きずり込む謎の8本の腕、この正体は今まで神木がその死に携わった人たちの怨念。五郎が片手しかかけておらず、8本の腕が見えた時に神木の両肩にかかっているのは右手が2つ見えますよね。よってですね、このコマの8本の腕はそのままですね、8人を表していると考えられます。ではこのコマの8人は誰なのか。まず1人目は天宮五郎。なぜなら第162話、黒い腕と同時に眼鏡をかけた男性五郎のような姿がこのコマにて描かれているからです。他の腕も神木が死に携わった人物なので、菅野良介、星野愛、片寄由良、姫川愛理、上原誠十郎の5人は候補に上がります。ただ愛に関しては第154話で神木のことをずっと愛していたことが判明しているので、死後に神木を怨念になって海に引きずり込むとは考えづらい。このことを考慮すると、愛を除外するなら8本の腕のうちですね、5人は天宮五郎、菅野良介、片寄由良、姫川愛理、上原誠十郎、つまり作中で明かされていないだけで、神木が死なせた人物は少なくともあと3人いることになるんです。次に神木がアクアに押し負けた理由です。第162話で神木は崖の上から簡単にアクアに押し負け、そのまま海に転落しますよね。なぜ神木がこんなに簡単にアクアに負けたのか。理由は2つ考えられて、まず1つ目が単純に精神的な理由です。正気なのか、そんなことしたら君の妹は。第162話を見れば分かる通り、ルビーがアイドルとして大成しつつあり、大物アイドルの兄としてアクアは常日頃から振る舞いが世間に監視されている状態です。よってアクアが神木を殺せば、ルビーは犯罪者の妹というレッテルで世間からバッシングを食らいます。よってアクアはひよって自分を殺さないだろうと神木は鷹をくくっていたと読み取れます。ただアクアの神木への憎悪は神木の想定を大きく超えていた。要は神木はアクアの覚悟を舐めていたんです。そして2つ目に、作中の描写から読み取れる最大の2つ目の原因が、神木に抗う力がなかった。神木は姫川愛理からの性被害について何度も抵抗することなく受け入れています。もちろん性加害者である姫川が悪いのは間違いないんですが、見方によっては神木も何か抵抗できたのではと考えられます。実際に性被害を知った愛はですね、真っ先に姫川に近づき、彼女に真正面からその行いを糾弾する心の強さがありましたけど、神木はですね、最終的に上原誠二郎に伝えることで心中という最悪な形での性被害問題を終結。世の中の理不尽と不条理に怒り、挫折に苦しみながら人並みに恋愛に興味があって、ひたすらに努力する若者で、親譲りの嘘つきだけど自分の妹や周囲の人間を愛していた。月読みから言われてる通り、アクアは理不尽と不条理に抵抗する愛譲りの心の強さがあったんですが、神木にはない。この心の強さも最終的に神木がアクアに押し負けた精神的な理由の一つだと言えます。4つ目が、なぜ神木はルビーを殺そうとしたか。残念だよ、ルビーを殺せてたらもっと君を感じられたのに。神木はですね、愛を超える素質のあるものを殺すことで愛の存在感と重みが増すと考える異常者と月読みから言われてます。よってですね、ルビーの命を奪うことで年々薄くなっていく愛の存在感を確かめようとした。つまり愛への歪んだ愛を深めるためルビーを殺そうとしたんです。5つ目に、片寄由良の殺害理由についてです。第109話で神木はミキというあだ名で片寄由良に接近、登山中に殺害計画を立てて実行。では片寄由良を殺害した理由は何だったのか。
これは片寄せには愛に並ぶ天性の人を引きつける素質があったからです。それがわかるのが第109話の描写です。100年後にも残る名作で主演を務める大女優になりたいという夢を語る片寄せの右目には愛と同じ白色の星のハイライトが入ってます。この白い星は人を引きつけるカリスマ、スター性の象徴で、片寄せには確かに愛やルビーと同じく大女優になる潜在能力があります。それを見定めて確信した神木は価値ある命を奪う瞬間に己の命の価値を感じるという異常な精神性を満たすため片寄せの殺害を実行。六つ目に姫川夫妻の扇動方法についてです。神木の口から妻である姫川のデスに不倫を聞かされた上原清十郎は激怒。こうして姫川夫妻は心中したことが映画15年の嘘で判明しています。やっぱりこの作品はフィクションだったよ。ただ愛の一生を元にした実写映画、15年の嘘はあくまでエンタメですよね。内容には一部誤りや嘘が混じっていると神木に指摘されています。現に神木は映画15年の嘘では姫川愛理から性被害を受けた被害者という視点で描かれてましたが、その実際の本性は自分の手は汚さず他人を殺める異常者でしたよね。よってですね、姫川夫妻も神木がうまく扇動し心中に追い込んだ可能性があるんです。具体的にどう扇動したかというと、菅野良介と新野冬子のケースを元に予想できます。神木はですね、二人に対しいつも愛のことを忘れさせないようにですね、愛について語り変え続け、うまく心理を誘導した上で愛や五郎をそれぞれの意思で殺害させてます。よって姫川夫妻も映画15年の嘘では姫川愛理が妊娠したことを彼女の口から直接聞き、神木が彼女から一生逃げられなくなり、どうしようもなくなって神木が上原清十郎に伝えるという形で描かれましたが、これも後から考えるとちょっと怪しくて、神木は人が人を殺すことを操れるので、つまり姫川夫妻の死も不慮の事故ではなく、あらかじめ神木が練っていた計画殺人に過ぎなかったんです。7つ目が神木が歪んだ理由です。映画15年の嘘では神木は純粋無垢な少年として描かれましたが、実際の章は人を騙し殺すサイコパス。そうなるといつから神木は歪んだのか。わかるよ、私と同じだもん。嘘つきの目、人を騙すのが得意な目。そんな神木には人を引きつけるカリスマ性がある。人を魅了する容姿を持つ、他人に嘘をつき生きてきた、親に愛されていなかった、などこれらの特徴は愛とも一致してます。つまり神木が歪んだ理由として一番決定的なのは親に愛されてなかったことなんです。なんでかというと、愛が親に愛された経験がなく本当の愛が分からなかった、歪んでいたから。同様に神木も愛と同じく親に愛された経験がないから本当の愛の形を神木は知らなかったんです。実はこのように二人とも親に愛されてこなかったというですね、欠落を抱えていたからこそ神木と愛は恋人関係になることができたんです。よって神木は親からの愛の欠如によって人格や精神が歪んだと僕は考察します。しかし愛は最終的にアクアとルビーを生んだことで子供たちを通し与えられなかった親からの愛という感情を知ることができました。これが愛と神木の決定的な違い。どちらも歪んで欠落していたのに、愛は最後に本当の愛に気づき死んでいき、神木は最後まで本当の愛を知ることができず死んだ。このようにアクアとルビーの存在が愛を闇落ちさせない大きな希望となり、神木も愛と一緒にアクアとルビーと触れ合うことができれば、歪んだ精神性がこんな形で暴走することはなかったと考えられます。という感じで考察してきたんですけども、皆さんはどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。